はい、おはようございます。今8月のですね、上旬ということで、まだまだ暑い日が続いておりますが、皆様体調はいかがでしょうか。熱中症ですね、本当気をつけなければならない季節ですね。昼間本当暑いですね。今朝6時なんですけど、もう汗が出てくるぐらいまだ暑いです。ちょっと朝のですね、散歩ツーリングになるんですけども、一旦ここでですね、報告をさせていただければと思います。私、そうですね、もう6年ぐらい前から、YouTube ですね、バイクで乗った動画、元ブログっていうのをさせてもらってるんですけど、それのですね、もともとは一本でやってたんですよ。で、それがまあ、ラブときっかけにですね、ラブストーリーっていうチャンネルを変更しました。でその際にやっぱり自分のバイクも続けていきたいということで、バイクチャンネル、バイクブログですね、も作成しました。でずっとラブの動画と、バイクの動画と2本今させてもらっております。でですね、それでラブストーリーにある過去のバイクの動画がずっと残ってるんですよね、ラブストーリーの方に。だからちょっと気になってるのは、ラブの動画なのに、過去のバイクの動画がずっと残ってて、バイクと、まあ言えばペットの犬っていうジャンルっていうのを分けた方がいいんじゃないかなってちょっと思いをしてたんですよ。で最初の頃もはっきりとですね、こう区別をしていけばよかったんでしょうけど、まあそこをしなくていいかなってずっと思ってたんですが、ちょうど1年経ちましたし、ラブとの出会いも1年経ちましたので、これを機にですね、過去のバイク動画を全部千成のバイクブログの方へ今回移そうと思います。まあそれなりに結構200本ぐらいあるんじゃないかなと思います。でずっとですね、頻繁にアップアップってなっちゃうと、ピコンピコンとベルをつけてらっしゃる方はメッセージが来るかもしれません。で大体やっぱり、週にですね、2本とか3本とか上げていければなと思います。でこれからどうするのってなった時に、まあこれからもですね、バイクのブログを作っていくと思うんですが、まあその際ですね、まあちょっと休暇も含めて目のこともありますので、少し、ゆっくりできればなと。その際には動画を貯めてて、また編集はできる時間を改めて、ゆっくりできる時間を作って、ラブの方も動画を上げつつ、バイクの編集もしつつっていうことで、できたらいいなと思います。まあちょっとですね、仕事もしてますので、サラリーマンなので、仕事はやっぱりなかなかですね、途中でこう区切るとかは難しいですから、今バイクの動画をボンボン上げてる間、少し編集のゆとりを持って、ゆっくりできればなと思います。でまあこれからもですね、バイクの動画取りためて、編集してあげたいと思ってますので、その今後もですね、忘れず、見ていただければと思います。でまあその報告なんですけども、もう一回確認ですが、ラブストーリーにある過去のバイク動画をですね、今回バイクブログのチャンネルの方に全部移しますという報告になります。で週にちょいちょい上げるかもしれませんので、ぜひ皆様こう見ていただけて、何て言いますか、また今日も上がったって思わずに、楽しんでいただければと思います。はい、まあいつもですね、ライブの方も最近させてもらってまして、ご視聴いただいて本当にありがとうございます。たくさんのですね、今までにないコメントもいただいてますし、いつも見ていただいている方もいらっしゃいますので、本当それが私の原動力になりますし、友人もですね楽しんでますので、今すごく楽しい時期です。バイクの方も、趣味の方も、そして生活の方も、ラブの方も生き生きと頑張っていきたいと思っております。ぜひこれからも千成チャンネル、どうぞよろしくお願いいたします。その報告でした。ありがとうございました。